あゆみお姉さん大好きお兄さんです。やばない、はい、今回お母さんと一緒を我が家でやっていただけるということで、みんな元気ー、はーい、すげえ。土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。どうも、海作です。どうも、美作です。いやどうも、はるちゃんです。よろしくお願いします。ファイティ。さあ、今日なんですけどもちょっと日本一が気になりましたね。ちょっとテンポが悪くなりました今ね。そうですね。今僕のいつものサークルなんですけども、からのテンポが悪くなって今日本一が入ってきたからね。日本一でしたから。バカ野郎、世界一だわ。世界一でございますよな、はるちゃん。今日も世界一ありがとうね。なんですけども、今日なんですけども、なんと、はい、テンション上がっておりますよ。我が家事作芸になんと、お母さんと一緒がやってきました。どういうことなのこれは。これマジですごいことなんですよ。これちょっと経緯説明させていただいてもよろしいですか。はい、まあ、実はうちの子供たち、まあ、多いじゃないですか、うん、で嫁さんもそうなんですけど、みんなお母さんたちが大好きなのよね、はい、実はこれね、うん、近藤さんっていらっしゃるでしょ。近藤さん、はい、もう実はもうすでにここにいらっしゃるんだ。あの近藤さんですよね。あのフジテレビの近藤さん、はいはい、ね、ハネルの扉で出てくださった、はい、あの近藤さんのね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、うん、奥様が、はい、歌のお姉さんだったんですよ。あの17代目の重森歩美お姉さん。有名ですよね。そうでしょ、はい、まあ、団子三兄弟とかが奥様なんです、はい、でね、これちょっと、うん、まあ、それこそダメ元でちょっとお願いしてみるみたいな、はい、歩美お姉さんにちょっとうち来ていただいて、はい、ちょっとお母さんと一緒みたいなのできたらどうかなみたいなことを僕実は近藤さんにお願いしたんですよ、はい、そしたら近藤さんが、はい、一旦確認するよ。似てるな、今日も似てる、似てるな。近藤さん、すいません、本名すいません、本人の目の前でやるのは再現度が高いですけど俺ね、ちょっとあかんかも、ちょっとやっぱね、どうしてもごめんな、はるちゃん、あのね、近藤さんがこの距離感でいるとやっぱどうしても羽飛び思い出すのよ、ね、なんかちょっとゾクゾクすんのよ。緊張してしまう、ちょっと。そうですね。とにかくその近藤さんが確認してくださったら、はい、なんと、うん、あゆみお姉さんが出てくださるでございます。これぶっちゃけやばいよな。これ実は嫁サックがもう世代っちゃ世代なのよ、うん、お母さんとしてずっと好きでね、ずっと結構小学校高学年ぐらいまで私見てたから、うんうん、本当に嬉しい。そうなのよ、すごい。で嫁サック妹さんがいて、うん、妹さんのお母さんと一緒の時が同世代なの、うん、ああなるほど。あの、ね、さ、それも一緒にずっと見てたから、はい、せやね。だって昔ね、羽飛びやってる時に近藤さんと、うん、うちの嫁と僕と奥様でちょっとお会いしたことあんねんな、うん、泣いてたからね、帰ってもう夢見た、夢見た。あゆみお姉さんに会ったんだ。そう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 。そう言ってたよね。家帰ってきてからもあゆみお姉さんに会ったんだみたいな、うん、ずっと言ってたから、うん、ほんと嬉しいよな。嬉しいです。ほいでやんか、うん、こっからまだまだありましたね。まだあるんです。なんと重森あゆみさんから、はい、ちょっともしよかったら大輔お兄さんにも声をおかけしましょうか言って、うん、11代目の歌のお兄さんやんか、ほしたら大輔お兄さんが出てくださるんだ。マジで本屋ちゃん、ちゃんもう分かってんだね。あれもう大体分かってるんですよ。これすごない、奇跡の共演。だからもうほんま奇跡の共演、世代を超えたというか、っていうことなんですよ。ほんまに近藤さんありがとうございます。本当におかげさまでございますわ。ありがとうございます。で今回、まあ、一緒にお母さんと一緒やってくれるんだけども、うん、あのカンちゃんと、はい、コジサックとセンちゃん、はい、で我々でやっていただけるということで、はい、当時がねちょっと今、うん、今日バレーボールで、あ、部活で、部活でちょっといないんですけども、はいはい、だから当時もめっちゃ痛かってたで。そうか。だから当時、うん、カンナ、コジは大好きお兄さんもろやから。あーそうか、もろ世代だ。もうもろもろ世代やん、はい、もう本当に私の辛かった子育てをしてた時期をもう何度助けていただいたか、うん、うそうやん。だから若干いつもより子供たち今日緊張すると思う。いや絶対あると思う。そうですよね。そうそうそう、そんな夢の共演でございます、うん、まあその前にちょっと軽く、はい、おしゃべりもせっかくだったらさせていただきたいなと思うんで、うん、早速行きましょうか、はい、もう近藤さん行ってもいいですか。大丈夫です。ありがとうございます。一応確認しました。どれ怒られるの。それじゃ人をおもちゃみたいに使って。おもちゃなんかしてませんやんか。昔よう怒られたもん俺。はいオッケーって言ってからちょっと家事。よ
び出されて、はい、そうそう裏に呼び出されて、はいはい、あこはさみたいなそんな怖くはないよ、はいはいはい、怒られてさせさせんっていうのをもうやってきたからね僕は、はいはい、でございますけどもじゃあ行きますか早速はい、はい、というわけで本日もせーのオナシャスやーだイエーイあゆみお姉さん大好きお兄さんですわやばないほんまにこれもう奇跡のコラボでしょすごい本当に今回はありがとうございますこちらこそありがとうございます何おっしゃいましたあちゃんも喜びですわあちゃんもありがとうすごい喜んでるっていうかもう単純になんですけどこんなことってありえるんですかこれ僕ら初、ね、初めてですねこういうこういう形で絡むのは、はい、マジっすか、はい、いいんですかこんな傑作チャンネルでそんな初めて ありがたいです YouTube も初めてなのであ出演されるのも初めてはいはい嬉しいもうはるちゃんがもうテンションが珍しいもんねありがとう本当にありがとうございますもう大ファンでうちの妻がそうですもう本当大好きで、うん、私と同じぐらいにもう子供を産んだ方はもう何人も大輔さんとかに助けていただいた方たくさんいるんじゃないかなと思ってうわそうですいやそう言ってもらえると嬉しいもう本当に確かにこんなん言うのあれですけどもああいう言葉一番嬉しいですよね嬉しいです絶対そうだと思うよ一番嬉しい褒め言葉どないしたら超すごいテンションですけどもいやでもね僕もあの今回 YouTube でのコラボ僕も YouTube やってるんですそうなんですよ初めてのコラボなんですよそう今回コラボさせていただけるということで初めてでもう本当にありがとうございますでしかもですよこれも本当にあゆみさんからお話いただいたんですけど、はい、2021年で僕らの YouTube で最終目標コラボしたい人っていうのが海作さんだったええー、ええー、しっかりかかったやばいよマジでここの本気の本気なんですよマジですかマジなんですよいやもうこれだからいろんな奇跡が奇跡でも本当に大ちゃんにこのお話を初めてした時にすごいあのテンションで喜んでましたよねいや本当にそうなんですよ嬉しいなもう即答で出たいですってそうです僕はだから全部いろんなとこ確認する前に出たいです本当ですか、ね、いやだからやっぱり、うん、やっぱせめてみるもんやなやっぱ僕らの中で勝手にそんなことありえないっていう考えになっちゃうんですよ、うん、どんなにしたんもう今日テンション高いなほんまに勝手にねそんな我が家に来て歌歌っていただけるなんて思わないから決めつけちゃってたんですけどでも今回本当にきっかけは近藤さんが、うん、まああゆみお姉さんが奥様ということでちょっと本当にダメ元で聞いたら OK くださってそして大輔さんにつながってっていうこれだから動いてみるもんですわほんまに近藤さんあどっすあどっすありがとうございます本当におかげさまですから一旦確認していただいてありがとうございますでちょっともうせっかくなんで軽くおしゃべりさせていただきたいんですけど、はい、最近のご活動っていうのはどういった活動されてるんですか？いや、してないですいや人間なんで絶対活動はしてるんですよ家でずっとこうなってるわけじゃないでしょだってじゃあしてますしてますまあ主にご飯を作ったりだからそうなんですよお子さんも3人そうですね高1、小6、小4のそうなんです3人の子供がいて嫁サックさんほどではないけどいえいえいえ、まあね、いるんですけども、ね、でもずっと1日中ご飯作って終わっちゃいますよねそうですねずっとご飯のこと考えてますよねそうあと洗濯を何度しても終わらずずっと畳んで1日が終わってそうですよねどうですか近藤さんはこんなこと目の前で喋りにくいと思いますけども、うん、手伝ってくれますか近藤さんってあのねすごい手伝ってくれますよイメージな今二人の顔すごかった全然イメージない言っていいのかわからないけどお掃除も ほぼしてたすごいあの掃除機ねダイソンにしてからがすごいあこれいいって言って、はい、結構家中の掃除と、はい、あこれ私インスタで見たのかな、はい、あのカジサックさんも夜のお茶碗をやってくれる僕あの家洗い物全部やらせていただいてて、はい、うちもあの夜私が先に寝た場合は、はい、最終的にはきちっと朝綺麗になってますマジっすかすごいこれ本当にやっぱイメージって怖いですね勝手にも近藤さんはもう
家事は嫁の仕事だよっていうイメージが本当にあったんですけど、でもね、子供やっぱり3人目からもやっぱり手伝ってもらわないと、もう体壊しちゃうから。素晴らしいですね。じゃあ普段その歌とかそういう、もう主婦専業ですか、他のお仕事とかもう本当に何もしてないんですか。お仕事っていうか、はい、去年からインスタを始めました、はいはい、仕事じゃないか。いや全然全然インスタぜひ概要欄の方に貼っておきます。違う違う、2月13日に、はい、オンラインコンサートがあります。おすごい。2月13日に土曜日に、はい、あ、オンラインでコンサートをされる、はい、あ、これはぜひぜひ皆さん、うん、な、見るよな絶対な、うん、はい、全てリクエストしていただいた中から、はい、全部歌います。これあの概要欄に載せておきますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。楽しみでございます、はい、大輔さんどうですか。そうですね、僕はもう本当に今年でお母さんと一緒を卒業して5年目になるんですけど、もう5年目になるんですけど、早いな。最近は、まあ、バラエティもそうですけど、うん、まあ、僕も YouTube を、そうですね、まあ、去年始めたので、 YouTube で、まあ、いろんな歌を歌ったりとか、あとはロケが今年なぜか多くて、ロケが、はいはいはい、なんですよ。ロバートの秋山さんと一緒に、はい、旅番組をやって、変なメンバー変なメンバーだったんですよ。ロバートの秋山さんと大好きお兄さん何やるんですか。僕もそう思ったんです。あの寝床を探す旅をしたんですよ二人で二人で僕と攻めた企画ですね、はいはい、めちゃくちゃ面白かったです。あ、面白かった、面白かった、すごいな。いや、もう秋山さんって、はい、カメラ回ってない時もずっとなんかこうクリエイターズファイルみたいな感じなんですね独特ですよね、うん、でもめちゃくちゃええ人なんで、めちゃくちゃええ人でした。でも僕やっぱ歌のお兄さんで大変やなと思うんですよ。まあロケとかいいとしても、トークとか出た時にやっぱりイメージってあるじゃないですか。うもう全然分かんなかったです。もうやっぱ最初はバラエティ出た時に、うん、皆さんのテンポがポン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 っていくし、はい、あとなんか台本と皆さん全然違う。そうなんです、うん、そう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 、お母さんと一緒はもう本当もう全部その通りやってたでしょ。うん、それがもう全然違うから、もう書いてないじゃんとか思ってそれはもう全然あると思いますね。裏切られた感じが、もうバラエティに関してはやっぱり台本は一応あるけども、そこ以外で面白いことしてくださいよっていうのが教えでしたもんね近藤さんがそういうことや台本に沿ってやるんじゃねえよっていうことがあったので、やっぱりありますよ流れが。けどやっぱりバラエティはそこなんですよ、ね、外で結果残さなあかんっていうのがあるんで。さあ、そしてですね、はい、今回お母さんと一緒を我が家でやっていただけるということで、うん、そうなんですよ。ちょっとね、お母さんと一緒の空気感っていうのをカジサックファミリーと一緒にやりたいなと思っていろいろ考えてきました。わざわざ考えてきてくださって大好きお兄さん。いやいやいや、一応考えてきました全て考えてくれました。考えてきました。優しい。いやいやいや、でもね、せっかくやるからには、うん、ちょっとお母さんと一緒の空気感を出すのにはちょっともう一人ね。そうですね。どういうことですか、もう一人っていうのは。ちょっとそれは後のお楽しみにしてもらえたら。え、途中でなんかこう、あ、近藤さんなんでだよ近藤さんがこうなんだなかったでしょ、お母さんと一緒で。だから台本にないところやんか、それあれ、やります近藤さん結構できるからね、できると思う。できるそう、小本能だからそっか、まあ冗談置いといて、また何か一つちょっとサプライズがある。はい、ちょっとサプライズがあるので楽しみにしてもらいたいなと思います。これは楽しみでございます。さて、はるちゃん、じゃあ早速行きましょうか。はい、カジサック家で、はい、お母さんと一緒です。せーの、どうぞ。みんな元気はい。すげえ大好きお兄さんもあゆみお姉さんも元気始まりました。カジサックファミリーと一緒に、お母さんと一緒、まあ、ということでカジサックファミリーと一緒。いやだーちょっとやばいな、嫁さくマジでちょっと泣きそう。泣きそうでは今日はみんなカジサックファミリーの皆さんと楽しく歌ったり踊ったりしちゃいましょう。いやだーでは改めて今日一緒に遊んでくれるお友達はこちらです大きなお友達からいきましょうか。あ、大きなお友達だ。カジサックです。お願いします。
です、よろしくお願いします。そしてかんちゃんです、よろしくお願いします。そしてどうもせんちゃんです、よろしくお願いします。やーちゃん。そしてどっかです、ほざそうじくん、ありがとう。いやいや最高だよ。いやこれね、僕ね、いつも YouTube で見てるから、あ、本当ですか、生で見られて嬉しい。あら、やばい、こっちのセリフなんですよね、テレビでいつも見てるから。いや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 、ありがとう。そしてはるちゃんです、ありがとうございます。かわいい。では最初の歌はカタツムリ。いやさー、こうか。はい、じゃあみんなカタツムリできた、せーの。でんでんむしむしカタツムリ、お前の頭はどこにある、角出せやり出せ頭出せ、でんでんむしむしカタツムリ、お前の目玉はどこにある、角出せやり出せ目玉。幸せやわこんなことあっていいのかしら、ヨメサック。幸せ、幸せよな、マジで。かんちゃんどうだった？すっごいね、うん、楽しかった。楽しかったなあ、夢みたいやろ、うん、それでは、どんぐりコロコロさあ、じゃあみんな、コロコロ始めて、いくよ。どんぐりコロコロ、どんぐりコロ、お池にはまってそのいへ、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。できた。じゃあみんな拍手。みんなすごい上手ですよね。上手、ちょっとね、うちの小児がね、びっくりするポーズがすごかったんですよ。なかなかあっこまでやる子もあんないないですよね。なかなかいないですね。もう一回やってみて。ありがとう。じゃあ次はグーグー、そしてパーが出てくる歌、はあ、結んで開いてをやりたいと思います。はい、変にしてるかな。結んで開いて、手を打って結んで、また開いて手を打って、その手を、そう、そこの後いつもはちょっとごめんなさい、めっちゃ声綺麗ですねちょっと今我慢できへんかったわ、さっきちょっとさ、はい、一緒に歌ってたからあれやったけどな、うん、嫁作すごい、耳が気持ちいいね、今やばかったよな、うん、もうなんかこっちからもう本当に幸せの音が聞こえたちょっと今ゾクゾクってなった、すいません、時が止めてありがとうございます。ごめんなさい、ほいで、あ、ほい、ほいで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 、その手を、いつもは上にとか下にってするんですけど、うん、せっかくカジサックファミリーとやるので、うんうん、はい、今日は4番までやるので、うん、はい、その手をどこにするのかっていうのをファミリーのみんなに決めてもらおうかなと思います。なるほど。続いて結んで開いて。結んで開いて手を振って結んで、また開いて
もう早くですよ、いくよ、せーの、むすんで開いて手を振って、結んでまた開いて手を振って、その手を叩いて、せーの、むすんで開いて手を振って、結んで、できたー、やったー、最高ですわ、ほんまに。ちょっと小児が腰振りすぎてたんですよ。ごめんなさい。いやいやいや大丈夫かな。でもね、はい、まさか、はい、床にしたらみんな土下座みたいになるなんか、なんか違って謝罪してたみたいな。新しかったね。謝罪動画みたいな。いやでも新しかった、最高です、ありがとうございます。ありがとうございました。どうかんちゃん、どうだった今。楽しかった。楽しかったな。動いてやるのがすごい楽しい。そうね。せんちゃんは楽しかった。楽しかった。当時は楽しかった。オッケー。実は、はい、今日はですね、うん、もうちょっと体を動かしたいなと思って、うん、特別な方をお呼びしました。うん、今日は、うん、みんなでパントをやるのに、うん、リサお姉さんを呼んでます。リサ。リサお姉さんパンやって。なんだよね。本当？リサお姉さん。はーい。うわ、うわ。すごいな。どうぞどうぞどうぞ。はい。ありちゃん、本物だよ。リサお姉さんだよ。本物です。何これ、嘘みたいなんですけど。すごいね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はみんなでパントで。お掃除をしようかなと思いますよ。はい、みんなお掃除はお家でお手伝いしてる？してるかな？してる人？あ、ドキドキ。正直でもそれが一番いい。偉い。じゃあね、今日はみんなで元気よく張り切ってお掃除をしたいと思います。やってみよう！イエーイ！よし、じゃあみんなに、はい、タオルをどうぞ。あ、出たパンダや。タオルをどうぞ。タオルをどうぞ。ありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあもうどうぞ。ハリサカもどうぞ。ありがとうございます。さあ、それじゃあみんなで窓を拭きますよ。せーの、キュ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 ッキュッ。あれ、ちょっと汚れてるところがあるから、よく拭きます。キュッ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 。お、じゃあ縦にも拭いてみようかな。キュー、キュー、キュー。あ、いいですね。じゃあ今度はひっくり返して、次は机も、机ね。あ、机も汚れてる。よし、よく拭いて。よし、さあ、タオルは。うわ、真っ黒だ。じゃあ、洗いましょう。お水を出して、ゴシ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 。急なんだかな。あ、まだ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 。まだ、こっち洗って、待って、待って。こっちも洗って。いいね。すごい。じゃあ、お水を止めて、今度、絞るよ。なりました。じゃあこれをみんなで押したいと思います。はい、お姉さんが、よいしょ、よいしょ、すげー、よし、よし、ちょっと長めのもの欲しいぞ。よし、じゃあみんなでタオルを干しますよ。せーの、わー、できたー。私ちょっと見ていきましょう。めちゃくちゃ楽しいです。ちょっと泣きそうなってごめんなさい。これをみんなでできてるっていうのが、すげえ、ありがとうございます。私も久しぶりにできてめちゃくちゃ楽しかったです。あ、本当ですか。嬉しいね。僕もなんかこんな久しぶりに見られて嬉しい。本当ですか。みんなで一緒にやってるのも、うわ、そうか、ゆうとも久しぶりですもんね。はい、じゃあどうだった。ね、なんていうの、テレビでね、そのりさお姉さんと子供一人でやってるの見てて、ずっと、あ、やりたいやりたいって。最後の曲なんですけど、はい、最後の曲はリサちゃんも一緒に、あ、はい、ね、ぜひお願いします。お願いします。今日は、はい、せっかくなんでね、うん、僕らねクラシックやってたので、ちょっとクラシック調でやってみます。いい
ですか？聞きたいです、はい、聞きたいです、ね、聞きたい聞きたい、あの元気いっぱいみんなでやりましょう。はい、はい、最後の歌です。みんなも一緒に元気に歌っちゃいましょう。鬼のパンツ、さくるよ、来た。結構早いからね。涙ぐんでてなんか嬉しい、それ見てて、すごい歌声が綺麗で、うーそうそうクラシック調だった、すごかった、すごかったね。せんちゃんは楽しかった、楽しかった、強い女やってたね、強い女やったの、せんちゃん。こじは最後にね、マッチョの鬼を、マッチョの鬼、マッチョの鬼出したのね、こうやって最後じゃなくてずっとやってた、うん、強いぞだったんだな、強いぞ強いぞ強いぞ、オリジナリティがすごい、すごいわ、ほんまに本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、じゃあみんな、カジサックファミリーと一緒楽しんでくれましたか。はい、それじゃあみんな、バイバイ。今、ごめんなさい、ちょっとですね、ちょっとおまけの締めを取ろうとしたんですけども、はい、急に嫁さんが泣き始めて、どないした、どないした、もうなんかさ、今当時が帰ってきて、ね、そう、そう、なんかもうその頃のこととかすごい思い出しちゃって、なんかちゃんと当時がいるのを見ててね、そう、なんか涙が出てわかるよ、気持ちわかるよ。今当時が帰ってきて、ほんまに大好きお兄さんってなって、当時が泣こうとしたのに先に嫁さんって、当時がママ大丈夫みたいなって思ってねえ、本当に今回ありがとうございます、ありがとうございました。とてもとても幸せな時間を楽しんでもらいましたか。もう最高でした、ありがとうございます。何よりもね、やっぱ嫁さんもそうですし、子供たちが楽しそうで、うんうん、もうパパとしては本当に何よりでございました、いやよかった、ありがとうございました。そして今回ですね、大好きお兄さん、そしてリサお姉さんとはコラボ動画になっております。はい、はいはい、ぜひ皆様概要欄から飛んで見てみてください、お願いいたします。そちらの方でもうちの子供たちがまたお世話になりまして、ありがとうございます。ぜひ飛んでみて、あの登録ボタンもよろしくお願いいたします。そしてあみお姉さん、もう一度、あのコンサートですよね、オンラインコンサート、はい、2月13日、はい、15時から、オンラインコンサートするので、ぜひ
今日の歌も一曲入ってます。お、今日の歌も。はい。何やろ。何でしょう。うわ。何でしょう。何やろ。やっぱり今最近で言うとやっぱ夜にかけるとか歌ってないですよ、今日やってない今日やった今日やってないっけ今日やってないんですよでも今日歌った歌は全部楽しい歌なんでね、何が入ってるかじゃあコンサートお楽しみにということで、ぜひ皆様概要欄からチェックしてみてください。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。